皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回は見ないでくださいよ今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介するのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車はこちらです。はい、いいですか。はい、結構前になりますけども、はい、見たことあります。ないです。見たことあります。今インサートで差し込まれてると思いますけど、はい、そっくりさんじゃないですか。そっくりさんです。はい、でそれもそのはずで、はい、同じオーナー様なんですね。そうです。スーパーファーストから GTS にお乗り換えになられました。たまにごくたまに聞きますけれども、はい、ほぼ同じ仕様っていうのは初めて聞きました。はい、同じ仕様というか近しい仕様。いや同じです。もうほぼほぼ同じということで、はい、これインサートがないとこの2人何言ってんだって感じですけど、はい、多分前具合にインサート差し込まれてると思いますので、はい、結構そのまれに来ますよ。屋根開くのに乗り換えましたとかっていうの、はいはい、ほぼ同じ仕様でクーペから、はい、まあ、要は屋根開きに乗り換える、はい、もう、はい、今回だから、ま、ほぼ間違い探しだなっていう。そう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 そんな感じなんですね。そう、本当そう。いや、まあまあベース車両しかり、今回のそのカスタマイズ内容しかり、どこが違うでしょうかみたいな。というわけで今回一緒に違うところをいろいろ見ていきたいと思います。はいはい、でまずなんですけど、はい、ボディカラーが、はい、実は違うんですよね。いや一緒です。あ、一緒なんでしたっけ。最初からやってしまいました。一緒です。はいはい、そのぐらい分かんないですよね。はいはい、一緒です。これがロッソじゃないんですよね。これは、ロッソフォーミュラー12007っていう、はい、そうだ、オプションカラーです。前回その紹介させてもらったんだ。はい、それが定番のロッソコルサじゃなくって、うん、その違うやつなんですね。オプション特別色カラー。はい、でこれ本当によく見ないと分かんないんですけど、はい、キャンディーなんでしたっけ。そうそうそう、そうなんですよね。そうなんです。赤で塗ってんじゃなくって、うん、ベースでシルバーが塗ってあって、うん、その上に赤いクリアが塗ってあるんですよ、ね、そう多分ね。だから光の加減でうまい具合に光が当たると、うん、もう2層になってる感じが一瞬見れますよね、うんうん、一瞬一瞬、はい、でもそのぐらいこう分かりづらいというか、本当に分かりづらい。パッと見、はい、多分道ですれ違ったぐらいだったら、うん、多分ロッソコルサかなって。あ、ロッソコルサ、ほぼ皆さんがそう思われるんじゃないかな、うん、思うと思います。はい、そのぐらいちょっとマニアックな色、はい、ということで、はい、であんまり台数もいないですよねこれ。いや、まあまあ前回のその81にスーパーファーストの時点で812に初めて塗りました、言ってましたね、っていうふうに、はい、まあ、ディーラーさんはおっしゃられてたそうなので、はい、まあ、その後ね、塗っている方がいらっしゃるかもしれないけども、まあほぼ少ない。まあでも街見かけてもさ、確かにあ塗ってる、あ塗ってないなって絶対分かんない。ほぼロッソコルサと並ばないと多分ほぼ分からないという。分からない。でなんか話に聞くとロッソコルサでもなんかその年式だったりだとか、うん、そうなんだよね、そういうのでちょっとした色のブレも。そうだから今回のロッソフォーミュラーは2007 GTS と前回のスーパーファーストで色が違う。だから俺色が違うということで若干本当に違いますよね。違う、本当に見比べないと分かんない感じですけど、違う。今回もうちょっと発色がよく見えるというか、そうちょっとね、朱色っぽいっていうかオレンジっぽいというか、で前回のもうちょっと本当にわずかですけど濃い、なんかこう濃い、うん、少しだけ黒が入ってそうな、そうだから結構その辺イタリア車とかって、うん、まあ、輸入車全般あるみたいなんですけど、うん、まあ、割とこう違うね、あるみたいな。なんかランボルギーニなんかでもなんか年式によって同じ名前なのに全然違う色があるとか、そういうのもあったりするので、まあ、結構特別な色ということで、はい、まずそこが違わないですけど、はい、まあ、違うところで違くない、まあ、違うところで一緒のところですね、はいはい、間違い探しとしては失敗なんです、はい、であとは、はい、外装に関しては、はい、これほぼ一緒ですよね。そうです、ほぼほぼほぼ。ただここは私、さあどこが違うでしょうか。見つけました。はい、はい、ここが違います、はい、そうです、正解、はい、土屋君正解、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、ここがこれノビテックの、そうノビテックの今回 N ラルゴバージョンのフロントフードアタッチメント。あ、これ N ラルゴのやつなんですか。そう、あ、だから見たことあったんだ、うん、なんか見たことあるなと思ったんですよ、うんうん、そう、前回はねこう、はい、ピーってこうペタンコのやつでフェンダーまで続くやつですよね。そう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 がついてたのが、うん、ちょっとこう立ち上がって小ぶりになってるやつ。そうですそうです。見比べないとこれもうわからないですでも前説明してなくない。前、はい、じゃあ前に行かれましょう。前フロントリップ前に関しては、はい、一緒です。こことここ、はいはい、カーボンオンカーボンですね。あれどこまでが純正なんでしょう。純正こうフリッパーみたいな感じなんで、ここまで、はい、ここまでが
純正のカーボンがあって、はい、その上にノビテックのカーボンリップを乗せて、こうノビテックがつながってる、はい、で今さらっとすごいこと言いましたけど、はい、オプションのカーボン選ばないとここもカーボンにならないですよね。もちろんですよね、はい、でそのカーボンの上 の上に、はい、カーボンをつけてるんです、はい、あのそうです。純正のカーボンが全く見えないんですけど何かいやいやいや全く問題はないんですけども、はいはい、これカーボンオンになってるけどこの中もカーボンなんですか。はい、そうです。だからめくってもカーボン果たしてあの申し訳ないですけど、はい、必要があったのかなと思ってしまいました。でも多分ね、はい、そこまでやんないと。あ、なるほど。じゃないかなって、うん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 、じゃないかなって。だって2回目なんだよそれやってる。あ、そっか。前回もそうだった。前回もそうなんですね。前回もカーボンの上にカーボンを乗っけた、はい、めちゃくちゃ贅沢な仕様になってると、はい、でやっぱりこう前回りカーボンの面積増えると8時めっちゃこう顔つき変わってレーシーに見えますよ ね、うん、すごくレーシングな感じで、もう一つ重要なところとしては、はい、結構乗り換えのお客様って移植するパターンもある、はい、あ、はい、が今回違うんですよね、はい、全部新品です。そんなことあります、はいいやうちとしては大変ありがとうございますって感じなんですけど、あのもうそういう感じじゃないんですね、はい、もう車も新しくしたからもう全部パーツも新調してる、はい、新品パーツ、じゃあ前回これ使ったから違うブランドしてみようとかっていうじゃないんです、全部同じ、はい、まあそれだけまあ気に入ってるというか、そうそう、まあそういう意味でもあるかなと思って、それは非常にありがたいし嬉しいことだなと思います、まあ、あとはドイツのチューナーノビテックですから、うん、まあ、信頼性なんかもやっぱり、うん、使い込まれたもので、そう、ね、まあ、もう実証されてますから、ね、はい、特にこちらのオーナー様結構こうアグレッシブな走りをされる方ということで、はい、やっぱり中途半端なものをつけちゃうと、うん、まあ、中にはあるじゃないですか、うんうん、もうその本当にドレスアップで、そうだね、見た目でだけですなんていうものも結構多いじゃないですか、ね、うん、やっぱりこの辺の性能が伴う車って、うん、そういう中途半端なものだとそれこそ走行中に飛んでちゃったりとか、はいはい、性能をスポイルしちゃう可能性もあるじゃないですか。だからその辺がやっぱりこう実際自分で運転されて、うん、証明されて、うん、まあ、繰り返し取り付けるっていうのはもうまさにこれなんだなっていう、安心してる、安心していただいてるということですね。で、まあ、前回もちょっと触れてるかもしれないですけど、はい、これカーボンのパーツつけても穴開いてないんですよね、ナンバーの。あ、開いてない。つけてからそう、もう一回つけてるってことですね、うんうん、そう、まあ、非常に贅沢な、はい、こんな感じの前回りで、ここもね、ここも伸びていく、あ、こっちもですよね、はい、ここのダクトのこっち側も伸びていくになってる、はい、だから前回りはこれでつければもうフルですよね。そう、はい、これでフルですということで、はい、こんな感じに。で、あと今回はプロテクションも、はい、は全部全身まるっと、あ、全部、はい、貼ってあるということで、はい、全面保護されてる、まあ、前回も今回も同様に、なるほど、全部貼ってます。これ2つほど聞きたいんですが、はい、これ費用的にはやっぱりこう、はい、全面貼ると3桁万円っていう感じになる。あ、もちろんもちろん、やっぱりそのぐらいかかってます。 でもう1個はこれノビテックとかこういうパーツのプロテクションも貼れるんですね、うん、貼れます。なるほど、はい、なので工程としてまずエアロパーツをつけて、その後にプロテクションの作業をしているという形なんで、エアロの部分もすべてプロテクションフィルムを貼っている。それって型があったりするんですか。ないです。じゃあ型を取って現車合わせで全部やると、うんうん、じゃあ普通の812を、まあ、施工してもらえるかも、うん、若干その時間的に、まあ、そうね、あと費用的にもプラスアルファでかかるという形で、はい、まあ、細かい部分に関してはご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、そしてこんな感じの前回りで横行っていいですか。はい、どうぞ。横もそっくりさんです。はい、はい、これ前回あのノビテックのホイール、はい、あのボステが削ってるやつですね、はい、すごいこうシュッとしたスポークの履かしてもらいましたけど、はい、今回は、まあ、非常にデザイン似てるんですけれども、はい、HRE のホイールということで、はいはい、これがデザインが P104SC ですね。これワンピースですよ。ワンピースです、もちろん。この削りもすごいですね。そう、割と新しめなデザイン、 SC シリーズというか P シリーズの SC ってつくやつになってて、まあ、このスポークとスポークの間がこうベゴンってめあの削り込まれてたりとかするような、少しこう普通の P104 っていうのもあるんだけど、そうそう、脇っちょもあとここも、はい、ああ、なるほど。なんかすごい生き物っぽいですね。そう、ちょっとね、削り方がこうギョロッとしてるような筋肉質っぽいというか、うん、前回の伸びてくなすってこう直線生かした感じだったんですけど、はい、今回こう R もところどころちょっとこう立体的に確かに見えるような 3D な感じになってます。ただフィニッシュはもう同じようにブラッシュドというか、はい、ブラッシュドのクリアで、センターキャップはフェラーリ純正を移植する。あ、これ移植なんですね。はい、アダプターを、これがアダプター、このシルバーの部分がアダプターで、そうです、そうです、ワンサイズ小さくして純正キャップがはまるように。はい、唯一ね、HRE もフェラーリだけは純正キャップ、フェラーリだけなんでしたっけ。はい、
できます。なるほど。なんでまあ純正っぽさというか、まあ、トータルコーディネートでそういったこともできますよ、はい、あとブラッシュド そのフィニッシュに関しては、うん、やっぱり R が増えてくればくるほど大変じゃないですか、うんうんうん、結局このヘアラインが入るんで、はい、じゃあこの R のところのヘアラインどうしますかって、それ HR うまいっすよね。うまい、上手、すごい綺麗だから、本当になんかこう理想のラインと違うヘアラインが向きが入っちゃってると違和感出ますけど、うんうんうん、だから全部なんかこうつながってる、うん、違和感ない、そう、自然なブラッシュドになってます。これまたペイントだったりだとかポリッシュとか、うん、まあ、いろんなフィニッシュあると思いますけど、うん、今回の前回とのつながりも僕見てるんで、はい、なんかもうすっごいマニアックで、はい、なんかもう自分の中でこうベストな仕上がりというか、はい、雰囲気なんだろうなっていうのをすごい感じました、うんうんうん、はい、そうね、ここも変えないっていう、ただ走ってるとだからほぼ一緒じゃないかなと思ってしまうんですが、やっぱりでもそこってすっごい贅沢な遊び方というか、はい、うん、そうね、だから今回も正直ノビテックのホイールでもいいかなっていう話も、あ、そういう話もあったんですか。あったんですが、はい、どうせだったらねちょっとぐらい変えて、まあ、全部ガラッと変えちゃうんじゃなくって、うんうん、まあ、少しニュアンスだけ変えるっていう、そう、でノビテックはオフセットは選べないけど、まあ、HRA 選べるんで、そういうまあ自由度もね、ある、まあ、かといって極端にこだしてるわけじゃないんだけど、え、ちなみにオフセットはノビテックのやつとは変えてあるんですか。変えてあります。あ、少しだけ変えてあるんですか。少しだけ。なるほど、はい、じゃあ本当にその辺なんかも微調整してると、はい、めちゃくちゃ贅沢じゃないですか、少しだけ変えました。このなんか車のいじり方って、はい、僕だったら貧乏症なんて全然違くしちゃう見たことないのにしたいってけどなんかもう自分で完成形のにこう本当にニュアンスだけ変えて楽しむっていうのはすっごい贅沢な、もう遊び方だなっていう感じました、はい、そしてタイヤの方は、はい、ピレリ P0、はい、こちらが装着されていると、はい、寝具合も、まあ、ちょうどいい感じじゃないでしょうか、はい、そうですね。そして車高の方も深い車高が下がって、はいはい、ノビテックのスポーツスプリングで下がってます。もう全部ノビテックですね、はい、そしてあとはサイドもカーボンパーツ盛りだくさんということで、はい、これサイドもほぼ全部ですか。サイドも全部ノビテックです、はい、ここの部分、これ前回あの取り付けさせていただいたのです、ね、フェンダーとドアミラーとサイドスカートと、はい、これドアミラーいいっすね。ドアミラーいいよね。この新しいタイプのミラーが途中で形が変わってるんで。そうなんですよね。そう、 GTS になって後期になって、うんうん、あれ違いましたっけ。81スーパーファースト、まあ、前回の時もこのミラーの形になってて。あ、そうでしたっけ。そう、初期の81にだけがデザインが違って、もうちょっとカーボン、それ前期ですよね。そう、はい、カーボンがこうカバーってかぶさる。あれ GTS が出て後期になったんじゃない、うんうん、あ、違うんでしたっけ、うん、マイチェンしてその後 GTS。 そう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 、 あ、そっかそっか、そう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 、なんかそんなマイチェンしてミラーの形も微妙に変わったんですよねっていう話が聞いてたんですけど、こっちの方ですよね。だから当然 GTS はだから後期しかないですもんね。そう、ない、はい、というわけでこのミラー、はい、でここだけカーボンになってる。そうです、はい、でだからミラーがちっちゃく見えてめっちゃレーシーだな。そうそうそう、はい、かっこいいよね。これいいっすね、うん、さりげなついてて、でサイドスカートも当然ついてて、はい、え、これサイドも純正カーボンに、はい、イエスカーボンオンカーボンです。見えません。ドア開けたらちょっと見える。あ、なるほど、はい、というわけで、はい、ドア開けた ここのところだけは純正のカーボンが持ってるということで、はいはい、贅沢にもカーボンがカーボンで抜かりないです。抜かりないです。抜かりないのか分かんないですけど、はい、しっかり、まあでもあの普通のでやったらドア開けたところは普通の樹脂になっちゃうってことですね。そう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 、だからその完璧を求めるんだったらやっぱりその組み合わせで、はい、完璧です、はい、サイドもしっかりなってると。あとはやっぱり GTS、はい、これやっぱりシルエットがだいぶ違うなと。だいぶ違うね、ここと本当、はい、だ前回りに関しては本当に似てるって言ってすいませんっていう感じですけど、はい、リアに関してはやっぱりもう全然ガラッとガラッと GTS 変わってくる、はい、で特にやっぱりリアの造形変わるんで色味がかなりここでも変わって見えるし、うん、かっこいいっすよね、うん、GTS かっこいいね、かっこいいね、めちゃくちゃかっこいいっすよね、うん、そしてリアに関してはこれ1インチアップになってるんですね、はい、22インチですね、はい、定番の21、22で履かせてると、はい、で当然リアコンゲーブきつくと、はい、あ、でチタンボルト入れてます。あ、なるほど、はい、車外の、あ、これ車外のなんですね、はい、なるほど。純正首下長いじゃない、はい、もちろん HRE で純正ボルト対応で作ることもできるけど、まあ、センターパッドが厚くなっちゃうんで、はい、反らないじゃない。なんで車外ボルト用で作って車外ボルトのチタンボルトを入れてる。なるほど、まあ、純正ホイールがだからもともとセンターパッドここが厚いってことですよね。そうそう、で長いボルトで止めてる。そう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 、で HRE だとこれが薄くなるから短いボルトで止めてる、はい、そうですそうです。だから強度的なものとか全く問題なく、うん、まあ、そこが全部調整されてるって感じ。そういうことです。だからこう入り込むんですね。恐れ入りました、はいはい、すごいですよね。だから HRE とかそのアメリカのそのホイールのフィットメントのなんかその技術というかデータというかやってきたその積み重ねのものって他の国からあんまり出てこないじゃないですか。なかなかね、そういうのって、そうね、
だここに関してはやっぱりぶっちぎってるなと、はい、アメリカのこのホイールの文化。確かに、はい、でリアもちょうどいいですね、車高は。そうね、はい、下げすぎず上げすぎず、はいはい、でまたその最初も戻りますけど、そのアグレッシブに走るオーナー様ということで、ね、まあ、多分ベタベタにしないんですよ。そうです、まあ、もう普通の方からしたらもうだいぶベタベタだと思うんですけど、まあ、はい、まあ、やろうと思えばもっと下げられる。まだまだ下がる、はい、じゃあ続いて、はい、リアなんですけれども、はいはい、はい、土屋君一緒です。正解。というわけで、はい、リアに関してはもう一緒ですよね、はいはい、このトランクスポイラーも前回付けさせていただいたものと同じ、はい、まあ、品番違いますけどね。え、品番違うんですか？ GTS なんで。え、GTS って R が違うんですか？違いますけどね。あ、違うんすか。はい、あ、まあでも冷静に考えればそうですよね。トランクの形状がね、はい、うん、違うんで。あ、そうなんすか、うん、じゃあちゃんとそれに合うように。そう、だから今移植はできないですよね。 GTS 用、はい、まあエアロパーツの移植って基本的に難しい。まあそうですよね、まあ、ノリでつけてたりするんでなかなか難しいと思いますけど、これじゃあ GTS 用ということで、はいはい、しっかりこの辺も。ここ造形はでもほぼ一緒ですよね。造形、そうね、見た目のイメージは一緒。そうですよね、はい、多分おそらくなんですけどこの辺の R とここの反り具合とがちゃんと GTS に合わせてあるということで、はい、もうぴったんこですね、はい、伸びていく、あの質もすごくいいですよね。そうね、そう、カーボンでちゃんとしてるので、はい、そしてリアに関しては、はい、これどこがどういう構成でしたっけ。ですね、はい、純正が多すぎて分かりません。純正、はいはい、こことここは純正なんですよね。はい、はい、でこの両脇のその上の部分、こっちは純正です。あ、こっち純正なんですか、はい、この部分が伸びていくです。ここだけ伸びていくということで、はいはい、だいぶここアグレッシブになりますね。そうね、あのなんかこうダーンって出っ張るんで、はい、うん、はい、これだいぶいいですね、やっぱりかなり雰囲気は。ただまあやっぱりカーボンディフューザーのベースに乗っけないとちょっとこう成立しないかな。確かに81に結構ここカーボンパーツ入ってない個体なんかも多いですよ、ね、まあまあね、いるよね、はい、うん、確かにもうここでも造形にしろこのカーボンの目にしろやっぱりもうカーボンパーツ入ってる前提の、うん、ちょっとこうシルエットだったり質感なのかなって感じました。これちなみになんですけど、はい、これじゃあついてません、カーボンパッケージ入ってません、はい、っていう車につけようと思ったら、うん、純正のこのカーボンパーツってまだ出るんですか。ディフューザーは出るんじゃないかな、大きいものに関して。やったことはない。ない、うん、じゃあ要相談ということで。そうですね、まあ、もしあの検討されている方がいらっしゃいましたら。そう、だから小さい部品はねもうちょっとあの供給が終わってしまってるみたいですよね、っていうことなんで、はい、多分難しいと思うんだけど、ディフューザーとかはさすがに出る。まあまあまあ、その事故したりだとか傷ついちゃったりとかって交換の需要もあると思いますから、うん、なのでまあその辺はご相談いただければお調べいたします、はい、でこれがね、純正のディフューザーのこの形状が変わってました。え、 GTS とスーパーファスト。そうなんですか。そう、こんな出てないのよ。え、これがもっと引っ込んでる。そう、引っ込んでる。へー、のでここだけちょっと雰囲気変えてあるんだなっていう。全部デザインされ直してるんですよ。され直してる。でもこっちの品番はクーペってしますね。一緒です。はぁ、だ今回言うと、はい、その GTS 用のパーツはこれだけか。あ、これだけになるんだ。あとはスーパーファースト共通。じゃあそれ本当に詳しくないと車作れないですね。そう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 、はい、だから一応品番見比べて間違ってる間違ってないを見てオーダーしてるっていう。なるほど、うん、でもその辺のノウハウなんかも生きてると、はい、そして今回マフラーも、はい、久しぶりに紹介します。これちょっと見え、これがちょっとうすらね、うすら、あ、これうすら見えるんですか。見える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 のよ。ご覧いただけますでしょうか、このちょっと見たことない色の太鼓。はい、はい、ほぼ金色っすよね。はい、金、いやいや金です。ほぼ金色っていうか、いや金です。黄金の色ではないじゃないですか。ああ、だからまあちょっと熱が入っちゃったから、はい、あれかもしれない。そういうことなんですか。ああ、どっちかというとあの真鍮って言っていいのかな、もうちょっとあのイエローに近い方の金色ですよね。ああ、そうね、黄金色じゃなくて、うんうんうん、でこれがノビテックの、はい、インコネルベースのゴールドメッキ加工。あ、これゴールドメッキ加工されてるんですか。はい、はい、ゴールドメッキ加工はそれのなんか放熱性とか そういうことなんですか。無意味にはねやらない、ね、なんかマクラーレン の, あのセナ の, あのデッキ、そう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 、24金かなんか、ね、18金でしたっけ、24金でしたっけ、うんうんうん、なんかコーティングしちゃって、うん、なんかそれ放熱性かなんかの、ね、おそらくそれと同じ意味合いがあるんじゃないかな。なるほど、うん、これはあのやらしい話をしていいですか。、はい、やらしい話を、はい、
以下ほど。これはですね、はい、リア、はい、リアのみ、はい、まあまあ長さで言えばこれぐらいの2つ、はい、で300万円です。そんなするんですか？そんなするんですか？はい、リアだけってことはパイプちょろっと太鼓と出口がちょろっと出てるんですよ。そんなするんですか？はい、でもインコのやるってもともと素材が高いんですね。そう、素材がね、もともとまあその一番高い素材と言われてるものに対してさらにそれをゴールドに加工してっていう。だとなんか素材がなんか特殊で加工がめちゃくちゃしづらいんですよ。あーらしいね。削れないんでしたっけ、うん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 、だからすごい溶接とかその加工がすごい大変ということで。そうでまあ F1 でも F1 ってインコネルのそれらしいらしいですね、うんうん、なんか、ね、熱に強いとかなんかそう熱に強い、はい、ということでそれがついているということでこの後サウンドに関しては聞いてみたいと思います。はい、続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ続いて内装を間違い探ししたいと思います、はい、一緒です。違います。厳密に一緒じゃないんですよね。一緒じゃないです、はいはい、実はシートが前回と違うということで、はい、電動に、まあ、よりこう快適に乗れるようになってるということで、はい、なってます。ただ全体的な、うんまあ、その一緒ですっていうのはまあ冗談として、はい、全体的な仕上げとしては、はい、前回のお車と本当に共通性を持たせた。そうね、黒ベースで赤ステッチでカーボンが全部ついてる感じです。で今回このカーボンパーツ盛りだくさんで、うん、もうオプションのプレートがもうほぼ満タンというか書き切れてないんですよ、ね、そうです。そのぐらい全部オプションが入ってるという、はい、なんでその細かいその運転機能的な部分もね、ブラインドスポットがついてたりとか、アダプティブクルーズがついてたりとか、360度カメラがついてたりとか、まあ、そういう機能も含めてかなりオプションがついてる。でオプションの金額も ものすごい金額、ものすごいです。もう1台高級車が買える。いや全然買えます。金額が入ってるということで、はい、いや僕サイドスカートオプションカーボンですって言ったら、これサイドシルとセットからと思ったら、はい、違います。冷静に考えたらそうじゃないんです。違います。ここはここで純正のオプション、はい、でここはここで伸びてる、はい、でさっきの言ってたそのちょっと見えちゃうじゃんっていう話は、はい、ここの隙間の話なんですね。ええ、そうです。これが、はい、その女子のパーツが見えるか見えないかっていう違い、はい、です。もう僕には理解できないところです。ここがカーボンオンカーボンの証でございます。なるほど、はい、しっかりここ内側見えますでしょうか。紛れもなく、はい、内側にカーボンがいます。サイドスカートが隠れているという、はい、おります。とてつもないそこにおります。仕様になっております。はい、じゃあ最後になりますけど、はい、今回このご紹介させていただいたノビテックのパーツたくさんついた仕様、はい、これでほぼ N ラルゴのもうこうソフトキットというか、そう、そんな感じですよね。そう、その限定ではなくて通常ラインナップの中で購入できるものを全てつけたという感じですね。限定車 のワイドボディになっちゃう、はい、まあ、以前ボンドボディで撮らせていただいた、はい、すっごいごっついのじゃなくって、うん、もう普通に買えるもう全部つけたソフトキットのノビテック、そう、まあ、外装コンプリートっていう感じです、ね、シャーバーが変わらないやつ。だまとまりめちゃくちゃいいなっていう。そうね、そう、本当でもちろんその仕上げ方でこれ調整してもいいと思うんですよ、はい、本当にこのボンネットのパーツ抜くとかね、はい、うん、足さないとか、うん、トランクスポイラーつけるつけない、はいはい、その他カーボンパーツ、はい、まあ、オンにするのか、はい、ないところにつけるのかわからないですけど、はい、まあ、いろいろやりようがある、はい、でまあ、81時代そんなめちゃくちゃカスタマイズされる車じゃないと思うんですけど、うん、まあ、海外なんかと結構いじったりとか、うんうんうん、まあ、日本でも何台かやらせていただいてると思うんですけど、まあ、いじり方でさらにかっこよくできるんだなっていうのを今回再確認いたしました、はい、そして個人的にはオーナー様の他の車や今後の車が気になりすぎます。はいはいはい、はい、その辺も機会があれば、はい、ご紹介させて、そうね、ぜひ、はいはい、いただきたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。